いすゞ自動車は2月24日、小型トラック、エルフ、など3車種11万8000台について、エンジンストールに至る恐れがあるとして国土交通省にリコール、回収、無償修理、を届け出た。対象となるのはいすゞ、エルフ、および、OEM 供給モデルとなる日産、アトラス、マツダ、タイタン、の3車種で、2018年2月26日から2022年11月25日に製造された11万8014台、交換修理をして出荷し、組み付けられた車両が特定できない部品、28個も対象となる。対象車種はエンジンのバキュームポンプカップリングとカムシャフト間の隙間が大きいものがある。そのため、そのまま使用を続けると、カップリング及びカムシャフトの浜合部が、異常摩耗しカップリングが破損することで、バキュームポンプが作動不良となりブレーキ警告灯やバキューム警告灯が点灯し、クラッチ及びブレーキの操作が重くなる。また、カムロータの積損及び VVT、バリアブルバルブタイミング機構、の位相ずれによりエンジン始動不良となり、最悪の場合、エンジンストールに至る恐れがある。改善措置として、全車両、バキュームポンプカップリングを対策品に交換する。また、カムシャフトの浜合部を点検し、摩耗量が基準を超える場合はカムシャフトを新品に交換する。不具合は343件発生。事故は起きていない。市場からの情報によりリコールを届け出た。ネットの声、リコールに対する批判的コメント、や誤解があるようですので説明しますと、リコールは国土交通省に届けるもので、そのまま行動で使用すると事故を誘発する可能性があるものについて届け出るもので、テレビやエアコンなど行動走行や事故に結びつかないものはリコール制度上対象外です。また、製造基盤すべて完了するまで対策完了を報告し続ける義務があります。また、事前に自主的に届けることで事故を未然に防ぎ、製品の質の向上を目指す目的から原則、罪を問わないことになっているのです。こういったリコール、メーカーの方々は避けたいだろうがうまく原因と対策を即座に出せる技術力と生産能力は大したものです。私の会社では、業種は違うが自社製品の不具合に対して非常に消極的で開発メンバーが全てを担うことで、全ての業務が遅延していく構造になっている。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。